直樹さんかわいい、ありがとう。男性さんお疲れ。直樹さんかわいい。ありがとうございます。一緒だね。うん、パフォーマンスキリキリでした。やった、褒めてくれてる、嬉しい。平平さんありがとう。見てくれましたか。ねね、そう、今日は香川で唯一一緒に出れたんです。そう、もう終わり。あんま絡めなかったよね。うん、一瞬、今日のリハと本番だけ。かとぶきさんありがとう、ハート。神戸のマーチさん、まさぴょんお疲れ、ありがとう。10個も何食べよう。お疲れ、ありがとうございます。ヨーグルト買ったんだ。お疲れ、ありがとうございます。ピバラミキ屋さんありがとう。アイス、チンアナゴ。ん、チンアナゴ。え、なんかね、今ね、チンアナゴある。そう、チンアナゴとタツノオトシゴ。え、タツノオトシゴだっけ。うん、タツノオトシゴ。あと人でもいいよ。あともう一個貝だ。あ、そうだ、めっちゃいい匂いする。ほんとや、みかんみたいな匂いする。マンゴー。みかんじゃないかい。いや、いらないよ。なんで。うん、タオルさんハートありがとう。IT楽さん金魚の水槽ありがとう。ジメさん、イスベイさん、煮干しちゃんお疲れ、こんばんは。リアのヒデさんとあったり。そう、無事帰ってこれた、ね、そうそうそう、いろいろあったけど、うん、本当はね、10時半に予約してたんですけど、ね、10時半に帰れる予定だったの。自分がミスしたんじゃないんですよ。そう、もうめっちゃいろいろあったの。めっちゃ遅れたよね。そう、本当に交通機関がいろいろありました。公園早かったのにね、夜公園。そうじゃん、1時間早かった。マー君ありがとう。モモレンジャーさんありがとう。かわいいギフト、ありがとうございます。デイビッドさんありがとう。マサピョンありがとう。そう、いろいろあった、本当に。スケブに書いてた2人、そう、スケブにリカレ買って持ってきてくれたの。そう、いや、なかった。あんまりリカレカの絡みがなかったよね、本当に。うん、で今日初めてだったんですよ、まずね。ね、し、直でさ、うん、めっちゃ絡むとこないよね、あんま。うん、大声ダイヤモンドの、うん、回るところ一瞬と夢力の後ろの方で一瞬の最後、ラスト一瞬と見えてないような。そう、見えてない、絶対ファンのこと見えてない、絶対気づいてない。え、当ててほしい、言っちゃったけど。確かに、どこだと思いますか、夢力の。そう、絶対見えてない。絶対見えてない。そう、下にで目合わせてるんですけど、まあ見えてないです。86さんハート100ありがとう。サヤバットさん、チンアナゴありがとうございます。ん、あと1箇所ぐらいあったよ。見えてない。え、待って待って、あと1箇所ぐらいなかった。鳥じゃない。え、鳥の言っちゃダメ。え、分かって、バレたかな。いや、みんなでも鳥って思っとかわからんやん。あれも、あ、確かにね。OKP さんかわいい、ありがとう。え、じゃあレイカたちが絡んだ3カ所、大声はもう言っちゃったから、うん、夢力のどっかと、ヒント鳥があるんですけど、ね、どこでしょう。まさぴょんさん、たちのお年をお疲れギフトありがとうございます。どんちゃん、人でありがとうございます。2階席なら見える。あ、そっか、でも2階今日ないよね。ないね。そう、多分誰も気づいてないよね、あそこで絡んでるところ、うん、マサさんありがとう。ありがとうございます。晩ご飯はね、この後。安部さん、金魚ありがとうございます。タツノオトシゴありがとうございます。安部さん、チンアナゴありがとうございます。誰も当てれてない。あとで DMM なんか絶対抜かれてないよね。なんか絶対抜かれてない。あ、そっか、じゃあ現地に来ないと分からんのか。そっか、そうだ、定点ないんだ。え、定点ない、ないないない。今日カメラ一箇所だった、うん、真ん中だけ。そうだ、じゃあ本当に見えてないね。現地来た人の中の1ミリぐらい、ね、の前すぎても見えよね、あれ、うん、後ろの方の左側のみたいな、多分気づかれてない。やすべんさん、みきやくん、いっぱいチンアナゴありがとう。まさぴょんさんありがとう。うどんまさ、夢力わかんない。え、絶対わかんないよね。わかんない。
ガン見してたけど分かんない、ね、本当に分かんないわ。あそこが一番長いよ、絡みなのにね本当に一瞬だけど長い。抱きつくとこがあったじゃんあと今日2人だけじゃないけど、ゆだちゃんもだけど、ね、ごめさまがありました。ごめさま、そこが一番長い。うん、スキンシップかうどん美味しかった。うん、ね、うどんめっちゃ美味しかった。自分でなんか温めた。そう、なんか自分で湯がいて、うん、汁入れて食べるってやつだった。お昼ご飯です。そう。 OKP さん、たつの落とし子ありがとうございます。まさぴょんいっぱいありがとう。にぼしちゃんもありがとう。楽しかった。お、見つけたよ、めっちゃスタイル。え、言ってないよ。まさぴょんさんありがとう。金魚鉢、うん、金魚鉢だこれ、水槽、ね、金魚鉢、金魚鉢、金魚、金魚。食べ過ぎてないよ、食べ過ぎてはない。スケモンさんありがとう。バラ、そう、お入りももらった。食べた？お入り。食べてない。かわいいよね、なんかかわいいけん食べづらい。お入り香川の。え、あれだよ、賞味期限11ヶ月だから大丈夫だよ。え、ほんとだ、かわいいよね。飾ろうかな、見えんか。うさぎと合うね、なんか世界が、ね、うさぎの世界にひでんのひでさん、ハート100個ありがとう。太陽さん、アイスありがとう。食べた。そう、もらった、差し入れです。見えん？いっぱいお弁当もね、えれこ弁当食べてないから見せれるよ、うん、これ見せても需要あるから。食べてるよそれ。え、ごめんなさい袋あったら大丈夫？袋から出さなきゃ大丈夫？袋から出したら誰か出る。え、怖い、どうしたらいい？袋から出さなかったら誰出る？え、怖い、たたね、なんかそうなんよ、なんか汚いって言うとさ怖い。ティッシュある？一応ティッシュ？え、本当だ、だってもう、ね、ティッシュはあそこにあるけど遠いね、遠いね待って、あ、天才、天才、もしもの。え、怖いねえ、片手貸して。はい、あ、ありがとう。ナブイチさん、いっぱいありがとう。トシヤさん、バラありがとう。お、トシヤさん、あ、バラバラ、ありがとうえ、すごいね、みんなじゃあ、みんな、ね、太陽さん、うま、ありがとう。オーケーピーさん、ありがとう。怖い、わらび餅、すごい、みんな詳しいね、差し入れ。わらび餅ももらった。なんかメールで送ったね。私はまだ送ってないや。メールも送ってない。うどん送ったわ。うどんは送ったこれがアンナちゃんからの差し入れ。ああ、食べた。チーズマン、ヤスルパンさん、チンアナゴありがとうございます。怖い、一瞬待って、一瞬食べたでしょえ、もう一個あるよ、いる？え、だってなんか山口、あ、言っちゃった名前今日人、ありがとうくれたの。へえ、めっちゃ余っとったくない？最後、うん、ご飯、ハンバーグ食べた？食べた。美味しかったって。美味しかった。言ってた。そう。エビフライ。箸どこやって？オランゲさん、キラキラ。ありがとうございます。お箸。今日来てた？太陽さん、ありがとう。マットさん、チンアナゴ。ありがとうございます。チンアナゴ見たことある？ある。可愛いよね。うん、ちっちゃいよね。めっちゃちっちゃい。そう。ミミズみたい。それかわいいか、それ。うん、かわいい。直樹さん、ありがとう。どこだ、まあれは。あった、わらび餅。それ食べてない。ね、まだ食べてない。今から食べるんや。うん、食べた。うん。じゃあ、なんかご飯買ったよね。和三盆のわらび餅。うん。うん。ゼリーみたい。わらび餅？でれーん、んで、お弁当3つあるわ。そう、お土産いっぱい。あと何かあったっけな、これだけやった。ゆるりかち、え、
いいの？いいよ。やった。なんかもう一個ある。え？お弁当？三つ？三つある？三つ。こちらにもらったやつで、それがただの余り。余り？うん。いらない。やった。お弁当もらった。一緒だよでも。あ、そうだ。二個ずつってことか。そう。でもレイコはこれスタッフさんじゃ、まあ、だから違うやつ。こっちでもいいよ別に。うん、ハンバーグでいい。はーい、パーティーは後で。トンちゃんさん、ありがとう。後で？後で。ハンバーグやった。ちょうどね、今お腹空いてるんですよ。食べるの早かったから。だから終わったら食べよ。よそんなもらえる。そう、なんか余るよね、だいたいいつも。いいねギフトありがとうございます。今日も戦利品。初見です、はじめまして。めっちゃ美味しそうでしょ。美味しいよ。今日移動中寝れましたって。寝てないじゃん。寝れんかったね、うん、なんかもういろいろあったんですよ。本当にいろいろあったの、ね、いろいろあって寝れなかった。いえ、なので夜寝ます今日。だから遅くなったね。ピーマナミキアさん可愛い。ジダイさん可愛い、ありがとう。眠い？うん、顔が元気じゃない。目が眠いね今日。お昼公演の前なんかめっちゃ顔が眠かった。顔が、ね、顔がね、うん、気持ちは眠くないけど顔が眠いの。ともさんありがとう。いっぱいツインテール似合ってた、本当嬉しい、うん、ありがとう。やってよ。無理、それ短い、短い。結べるギリ、うん、ギリ結べるけどちょんってなるの。え、かわいいやん。ちょんちょん、幼稚園の子みたい。そう、何？チラッと見てする。そう、もうツアーね、会えない一生、ね、もう終わりました。9月12ですね、いかれかは。もう終わり、解散。解散、今日だけでした。レッスンもさ、あんまなかったしね、この、うん、この今日のレッスン、うん、そうだね、やってないよね。ほぼやってないね。短くて可愛いよね。やったー。ゆうたさん、チンアナゴありがとうございます。猫ひるさん、かわいいギフトありがとうございます。広島、雨降ってる？って降ってる。うん、太陽さん、ありがとう。花束、アバター変えた？太陽さん、え、わかんない。詳しい。にぼしちゃん、ありがとう。かわいい。10個も嬉しい。初見です。お、IT6 さん、ありがとう。半年のガッツポーズ、ガッツポーズしてっていうね。スキブにガッツポーズ、え、あったの？うん、ピースしては見た、どっかで。え、バーンとか多いよね。え、今日？うん、 え、見てない。夜も昼もあった。マジ？うん、見れてないわ。でも大事な話するときにそれを見てしまったらどうするか迷う。ね、しんどい。え、レカね、練習中レッスンするのあんま好きじゃないんだよね。そうそうそう、レカ、あのなんかね、大事な、うん、誰か話するときに、うん、そう、そのバーンを見てしまったら、うん、そう。でも目あったらちょっと気まずい。ね、そう、気まずい。タールさん、ハートいっぱいありがとう。レカ MC 中うんうんってする派。え、ごめん、違うよ。バーンを見てしまったんです、私は。今日なんか大事な時に。ユースさん、たつの私もありがとうございます。プール、確かに去年のやつ。去年リカ水着買ったのに、リカちとプール行くために買ったの。自分もよ。けどなんで行かなかったんだろう。コロナがやばかったんだかな、予定が合わなかったんかな。なんか普通に行かなかった。うん、閉まるの早かったよね、去年プール。そう、で今年行きたいな。ね、雨だね。広島ある。え、雨やばい最近本当に。え、そう、広島でも7月からやってるらしい。え、そうなの。プール。
行きたいね。こんばんは。こんばんは。あ、もう12時じゃん、ね、あと9分です。ふふふふふ、ありがとう、みきやくん。くま、今日来てくれてありがとう。やる声くま、今日一日早かったけど長かった。なんか、わからん、早かったかなかったか、ね、もう12時かってなるけど。おー、でもね、昼公演が昨日のことのよう。うん、確かに、ね、なんか昼と夜が今日短かったんですよ、前より、うん、だからなんかすごいビューンって終わった。でもうん、めっちゃ終わった。間がね、短かったね、いつもより。あの、1時間早かったもんね、夜が。うん。スベッターさん、ありがとう。かわいい。雨が1週間続くんだって。あと、やだー、無理。雨だと本当に家から一歩も出ない。うん、まあでもいいじゃん、家から出なかったから。うん、ね、自粛偉い。うん、偉い。日焼けもせんし。確かに。お金も使わんし。今焼けた。もうこっちとこっちで色違う。そう、焼けた自分も。こっちのがし、あ、こっちだ、こっちの。ここ白いよね、全部この色になりたい。焼けた。全部腕の内側が一番白い。ここが一番さ、白いよね。肌綺麗じゃないですか。のぶいちさん、かわいい。似顔絵見えましたか？見えました。似顔絵、そう、似顔絵描いてくれた。すごい。お見送りの時に見えた。ね、見送りね、今日からお見送りが。そう、楽しかったけど、喋っちゃいけないから気まずいっていうか、なんかね、シュールね。そう、ただ手振ってるだけになっちゃうよね。そう、シュールなんです。声出しちゃいけないんですよ。そう、でもあれだけ離れてマスクしてね、うん、ビニールあるのに。そう、バイバイも言えんから、ちょっと、そう、もうそう、で、マスク、うん、楽しいのかな、あの見送り。もう確かに、ファンの方ってどんな感じなんですか、ね、なんか、どんな感情なんだろう。でも恥ずかしいよね、あんな、うん、ね、一人で、うん、確かに、ね、22人に、うん、22人じゃないか、16、うんうんうん、そう、リアクションのみ、うん、ね、手振るだけ。なんか逆にさ、うん、お見送りないと上の方からだったら喋れるじゃん、ありがとうとか、あの、いつも。あ、確かに。なんかどっちがいいんだろうってなる。確かに、うん、お見送りしか勝たんて。うーん、そう、メンバー側も、うん、こっちもダメなんですよ。もう喋ったらダメって言われば、お互い無言。そう、ね、お見送り高速なのって。でもそんな速くはないよね、ゆっくり歩くぐらい。歩くぐらい、うん、ゆっくりめ、普通に歩くぐらい。そんな速くビュン、ビュン走ってるとかって楽しいかも、それも。それでそっちの方がなんか楽しいかもしれない。ファンの人みんな走るみたいな。ゆっくりですよ。兵庫もね、あるよ、あるよね、うんうん、普通に。今日から、そうそう、今日か。え、僕隊もあるんかな、今日から。あ、分からん、聞いてないな。19出る、うん、お、あ、19日僕隊でリカリカ再結成、でもすぐ解散。すごい。9月12、そうです、もう1ヶ月切りました。うんね、うん、何時を読む。あ、そうだね、じゃあ誕生を読みます。13位、誰々さん、誰々さんって、okay。 じゃあ13位、西安さん、雨のち桜さん、
ありがとうございます。12位ロボリンさん、デイビッドさん。11位デアローサさん、エイティロクさん。10位ケリドンさん、ノブイチさん。9位理化学研究所さん、リエちゃん。8位マッチョさん、トモさん。4位ヤスルパンさん、太陽さん。2位ヤスベさん、カピバラミキヤさん。1位マサピョンさん、じゃん、マサピョンです。ごっ、2人の1位、ありがとう。マサピョン、ありがとうございます。マサピョンピョン、ありがとう、ね、一緒に投げてくれたね。ね、ありがとう。2人ともの1位、すごっね。ありがとう。おやすみなさい、リカリカ。こちらこそおやすみなさい、リカリカ。しっかり休んでね。ありがとうございます。あ、寝と、いっぱい食べて寝るよ。いっぱい食べるよ、いっぱい食べる。ハンバーグ食べるんだ、これから。なんかこれある。ハンバーグも食べるし、うん、フレンチトーストも買ったんだ。うん、わらび餅も食べるよ。あ、なんかナポリタンですよ、今日 MC でさ言ったもん。そうだね、好きな麺類あれね、一緒にレイ、あ、レイカが、リカチだ、うん、レイカとリカチが、そう、ね、お題考えたの楽屋で。今リカチだ、レイカはパスタ買った、食べる。これこれから晩ご飯なんだ。なんだ、そう、これから食べ、あとこれも買った、これ今日2個目食べる量、これも買った、これも食べる、お弁当2つ、うん、お弁当1つ、あと1リットルのリンゴジュース。ミステロ、お腹すくよね、この時間ね、常に空いてるから。冷蔵庫入れないとね。確かに、わらび餅ね、和三本、砂糖、うーん、なんでオレンジなんだろう。でチューリップ組、これめっちゃ正しいやつ。どれ、この電波、電波、あ、正しくないやつ。あ、そうなんだ。18秒、8秒早い、早い、うん、早いってことはこっちがゼロでまだ終わらないのか。うん、うん、てかないんだよね、ちゃんとしたやつ。パソコンで見てるとか、トマト食べようね。そう、なんか最近狂ったよね、ちゃんとしたやつやったのに。あ、でも電波オッケーになってる。戻ったんかな、戻ったんかな。みんながおやすみって言い始めた、ね、じゃあおやすみなのかな、そろそろ。うちの目が終わり、終わってて喋ってたの、ね、なんかもう終わったもん、ね、まだ、でもまだ全然余裕ある。10秒ぐらい、うん、ね、日変わる、明日、また明日、ね、15、明日15か。ありがとう、ありがとう、久しぶりの謎の30分だけ。おやすみなさーい。今度ちゃんとしたコラボします、ね、そう約束してるの。バイバーイ、バイバーイ。